さあ、いよいよ始まります。この一戦、好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。ドリームチーム同士が激突。熱戦の舞台はここスタークラウンスタジアムです。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。試合開始です。これでドン。あーと、ドリブルを見送る。そこ、美杉くん、カメルのスライディングが決まった。アルベルト君、激しいタックル。これがパスを出す。必殺のオーバーフェイントだ。鋭いスライディング。それ、おっと、攻守交代だ。レオ君、ここは勝負を避けた。これはゴールだ。ナイスプレー。ここからチャンスを作れるか。ここからシュートに持っていく。力をためて強烈なシュート。このシュートを完璧にブロック。パントキック、どこまで運べるか。このパスは通らない。かわして振り切った。もらった。カルロス君、これは見事な個人技。ボールを止められるか。ナイスプレーだ。カルロス君、これは2度加速する。2人で威力2倍のシュートだ。よし、今だ。横に飛んだ。これはキャッチできない。パスを受けた。体ごとぶつかっていった。センタリングを上げた。このセンタリングをものにできるか。あっと、これを弾いた。ここでボールを受けます。ここからセンタリング、クロスに合わせに行く。いけ、シュートを走り合ってコースを変えた。これはキャッチできない。ボールは友達、逃しません。三崎君、このスライディングが決まった。ワールドぶつかっていった。ここはパスに切り替えた。翼君、三崎君、ここで奪った。ここは抜かせません。どうだ、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達。いいプレーだ。そこ、奪い返した。翼君、これは南米式のドリブルだ。カルロス君、ボールを抜かず抜いた。まずい。ボールに回転を抜いていった。カンジャック、ここで顔面ブロックだ。パスを受けた。チャージが決まった。やったぞ。見事に決まった。体ごとぶつかっていった。ボールダッシュ成功。敵陣へ攻め込みます。出た、七色のペイント。きまずい。豪快なシュート。完勝だ。ここはとっさに顔面ブロック。これはブロック失敗だ。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。翼くん、これは南米式のドリブルだ。激しいタックル。ナイスプレー。切り替えた。それ、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。ペペ君、ここはパスに切り替えた。ボールを浮かせて抜いた。ここからシュートだ。ボールに力を込め、アラバシが飛び立った。これを止めるのは厳しいか。これがネットに突き刺さる。入った。シュートを決めてきた。よし、諦めるにはまだ早い。よし、これはパスを出した。横をすり抜けた。止められない。澤田くん、センターラインを越えて攻め込む。鋭い回転をかけてゴールを狙う。
ここで顔面ブロックだ。あとこのボールをブロック。ヒューガ君、ボールを狙うも届かない。ここはパスだ。チャージが決まった。それドリブルでボールを運ぶ。ナイスプレー。ぶつかっていった。これは南米式のドリブルだ。ボールはまずいぞみんな。渡します。これは南米式のドリブルだ。ナイスプレーだね。渡しません。これは南米式のドリブルだ。シュートを足にやる。ナイスに変えた。キーパー反応できない。見事なゴール。この決めた。もう攻めるしかありません。それ先、うん、これで行け。かわしてニッタ君、ここからチャンスを作るぞ。かわして振り切った。ドリブルと見せかけてそれそれもらった。パスを回す。ボールを浮かせて抜いた。これは見事な個人だ。ナイスプレーだ。ボールを浮かせて抜いた。松山くん、タックルも決めた。ここで止めた。ここは勝負をかけた。ここはパスを出した。ここは抜かせません。やった。もらったよ。渡しません。美咲くん、このスライディングが決まった。あと、この位置でパスカット。もらった。ヒューガ君、ボールを奪うことができません。もらったぞ。オーロラショットだ。それを右ヒットで抜いた。いかんとなす。側転、バク転、バク中からのそれミラクルオーバーヘッドだ。見えた。止めた。さすが若林君です。パントキック、どこまで運べるか。おっと、投手交代だ。時計はすでに30分を示しています。前半も残りところあとわずか。ナイスプレーだね。ツインシュートだ。息の合った連携から2人でシュートに持っていった。これはキャッチできない。ジトパスを回す。ニッタ、ニッタ君、センターラインを越えて攻め込む。あっと奪い返した。アルベルト君、ロングパスだ。三杉君、ボールだ。ホームチームやるぜ。後半開始。大きくパス行くぞ。沢田君、横にかわして突破。見たか。フェイントだ。見た。俊足を駆使した突破だ。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。翼くん、ここナイクぞ。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。あとブロックを粉砕。ケイジーニョくん、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。翼くん、ここで止めた。センターラインを越えて翼くん、これはドライブシュートだ。ドライブシュートだ。すさまじいシュートだ。ケイジーニョ君、これはキャッチできない。さあボールを抑えた。ミサキ君、ここで止めた。ミサキさん、よし。ミサキ君、横にかわして突破。よし。ミサキ君、早く早くだ。正段シュートを放った。すごい、見事なキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ロングパスを受けます。激しいタックル。これしかない。ミサキ君、まさにフィールドの剣。華麗に舞い、空中でボレーシュート。体を張ってボールを止めた。ナイスプレー。スライディングで止めた。息の合った連続プレーが見れるのか。ワンツーで折り返す。ミサキ君、スペースにパスを出した。翼君、ゴール前に持ち込む。シュート。息の合った連携から2人でシュートに持っていった。ケイジーニョ君、ファインセーブ。パントキック、どこまで運べるか。ナイスプレー。出た。
七色のフェイント必殺のオールフィードまずいよ両者激しく激突ボールは高く打ち上がった空高くで火花を散らすこれは反応しているぞ止めたさすが若林くんですこのパスもカットしますカルロスくんボールを浮かせて抜いたここから一気に繋ぎたいところ強打ならず一輪をかけてからのシュート取ったまさに鉄壁の守りパントキックで大きく蹴り出したここで奪ったキャプテンこれは見事な個人技だボールは飛ばしまずいまさに表し渾身の力を振り絞って超低空シュート若林くん横に飛んだ横飛びで抑えたパントキックで大きく蹴り出したパスを受けたすでに後半の半分が経過ここからの1点は非常に大きな意味を持ちますドリブルでボールを運ぶやった見事にかわしたこれはまずいツインシュートだこれはゴールデンコンビが見せる大技ここだツインシュートだこのシュートを完璧にブロックパントキックどこまで運べるかヒューガ君ロングパスを受けますおっとフェイントボールダッシュ成功よしボールは友達渡しませんここがチャンスを作れるか必殺のオーロラフェイントだ守備陣の隙間を狙うタックルを決めた横をすり抜けたカルロス君素早く横にかわすセンターラインを越えて攻め込む児童君ここは抜かせませんボタボタぶつかっていったドリブルと見せかけてパスワンタッチで送るこうだ7番のフェイントこのシューリストだナイスプレーだねカルロス君あーっとまさに脅威これは見事なダッシュシュートだよし今だ石崎君根性だなここで顔面ブロックだあーっとブロックを振りたいそこ水木君ここはパスを出したホームチームまだ守備の体型が整っていませんヒューガさんガーッが始まったドリブルで突破おっとカルロスここは2人で仕掛けてきたここでワンツーパスレオ君パスを出しますやったこれは完璧式の突破だやめるなあとナイス見事にかわした俺が決める逃げるこのシュートだ若林君ゴール正面でこのシュートを迎え撃つパントキックで大きく蹴り出したここで奪ったとこれで連続突破で見せますだ必殺のシュートを放ったワタブラス君このシュートに反応しているゴール隅に決まった必ず勝利を手にするんだとこれでそこ行けトブラこの調子で行くよ行け松山君パスを出しますもらったハイスピードでかわすよっしゃフェイントだカットだナイスプレーこれが俺のネオタイガーシュートだここだ正面から抑えに行く決まったこのためにグラウンドに立っているんだよっしゃ何勝つためだこれが俺のネオタイガーショットだここだいい流れだよこのまま頑張ろうロングボールを送る翼くん飛びのヒールリフトで抜いたナイスプレー隊全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た翼くんここからチャンスを作る胸を乗せてこれはそれは全力のシュートだ華麗なキャッチで見せるいよいよ後半アディショナルタイム両チーム最後の力を振り絞って
水木君ボールダッシュ。これが僕の取っておきだ。フィールドの貴公子必ず決めてみせる。空中でバレーシュート。芸術的なセービングだ。パントキックで大きく蹴り出した。翼君いいか。何が何でもさ、この体勢は天高く足を振り上げ、これでゴールするんだ。全身全霊でシュート。あとこれはお箱のオーバーヘッドだ。ボールの勢いも止められ、コーナーから蹴ります。蹴り入れます。いけシュート。翼くんボールを奪った。敵陣へ。ホームチームこの試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援。